皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日は米津さんのさようならまたいつかという曲の弾き方みたいな話をさせていただこうと思うんですが、前半部分はですね、まあ簡単バージョンといいますか、初心者の方でも弾けるような簡単なコード進行、簡単なボイシング、簡単なストロークでやってみて、で、後半の方はですね、まあこの曲をギター一本でアコースティックアレンジをするとしならばどんな方法があるやろうかみたいな感じの、ちょっとこう上級者向けのアドバンスの話をさせていただこうかなと思っております。難しいとこだけ聞きたいよという方はですね、このシークバーのところからですね、ちょっとこう飛んでいただいて、そちらからご覧いただけたらなと思っております。ただまあおすすめとしてはですね、曲のコード進行の根本はやっぱり理解しないとダメなので、まあ最初にこの簡単な弾き方で、そこそこ曲の理解度を深めてから、難しい方に行くといいんじゃないかななんて思ったりとかするんですけども、まあその辺はね、まあ動画なんでお好きに使っていただけたら、幸いでございます。よろしくお願いします。ではまず、順番に行きましょう。イントロからスタートです。イントロ、ストリングスがジュッチャッジュッチャッジュッチャッって入るとこですね。ここ簡単に弾くとすると、まず C メジャーセブンです。5弦から3200000。その次 G メジャーセブンです。320002、320002。でその次 B セブンス、バツ21202、バツ21202。でその次 E マイナーセブンス、020000、020000。これを普通のチャンタタンタタタタンタタンタタタみたいなストロークで弾いていきます。イントロで見るとこんな感じ。1,2,3,4。この最後のアップで、イタタンタタイ、イマイナーにするとこがミソです。もう一回やってみましょうか。ゆっくり。そうすると、ヨネスさんが、ハリラリロルルって歌い始めるところに入るっていうところでございます。これがイントロです。次、A メロ行ってみましょう。A メロは C メジャーセブンス。G メジャーセブンス。で、B セブンス。E マイナーセブンス。前半4小節、4小節はさっきと変わらないですね。で、後半が D マイナーセブンス。この Dm7 が、4弦から、0211です。6弦、5弦は使わない。4弦から0211。で、その次はちょっと難しいコードです。Cm7f5 というコードなんですけども、Cm7f5。それが2つ押さえ方があります。楽な方をチョイスしてください。一番基本的な、まずその基本的な押さえ方としてはこれ。5弦から4545。6弦と1弦は使いません。5弦から4545。これが、いわゆる一般的な Cm7f5 のフォーム。で、応用としては、5弦から42000。42000。6弦はミュートです。人によってはこっちの方が、押さえやすいよという方もいらっしゃるかもしれないんですが、どっちもいいです。基本的にはこっち。で、C シャープマイナーセブンスフラット5が来たら、その次 C マイナーです。C マイナーセブンス。6弦から、バツ35343。バツ35343。初説明、次が C on D っていうコードなんですけども、4弦から0010、0010。これをさっきの基本的なストロークで弾いてみます。A メロ行ってみましょう。1,2,3,4、C メロ攻めます。次 G メロ攻めます。で、B7 行きます。で、その次は E マイナー7。で、D マイナー7。C シャープマイナーセブンスフラットファイブ、で C マイナーセブン、で D メジャーセブン、C on D だ。こんな感じです。
ちょっと待ってくれ待ってくれという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあいろいろこの紙に書いてメモとか取ったりとかしながらですね、まあやっていただけたら、良いかと思います。わからなかったらちょっとまた巻き戻していただいて、ちょっとダーッとやってみてくださいませ。で、これを、今8小節弾いたんですけれども、もう一回丸々繰り返します。全く同じの繰り返す。A メロって言い方するんですけども、A メロがもう一回丸々来る。染み出せます。染み出せます。で、その次、B セクション行きましょう。B セクションは Am7 です。6弦から ×02010。で、その次、B7 です。で、Em7 です。で、また Am7 です。今度は Bm。Bm7。Bm7 は、6弦から6、6弦から ×20202 ×20202。 で、その次は E7sus4 ということです。6弦から6弦から02000で、人差し指でこの3弦の1フレットに持ち替えます。E7ゼロ、6弦から6弦から02010。この4小節ちょっと弾いてみるとこういうこと。こんな感じ。で、その次の小節、Em7 から、Dシャープディミニッシュっていうコードに行きます。4弦から1212。6弦と5弦はミュートです。4弦から1212。で、その次、Em7 が来たら、次 G7。G7 は、Gメジャーセブンスの人差し指が1個向こうに行ったコードです。320001。Am7th D コードで G メジャーセブンス。これで B メロが終わりです。ちょっと B メロ一通り弾いてみます。こんな感じ。で、その次、サビに関しては C メジャーセブンス、D、E マイナーセブンス、G、C メジャーセブンス、B セブンス、E マイナーセブン、E、セブンサスフォー、E。これを、たたた。こんな感じで弾いていきます。で、その次、Dm7 ですね。4弦から0211。で、その次また Cm7bb5 が来ます。で、その次に初登場。Fm7 です。6弦から242322。で、Cm7 で C4D。 こんな感じ。サビゆっくりいきましょう。 1,2,3,4。 あ、割れた。
で、サビの後半いきます。後半途中までは全く一緒、 C 高 D 高 E 高 G 高 C 高 B 高 E マイナスです。ここまででしょ。 C 高 D 高 E 高 G 高 C 高 B 高 E マイナスです。 E マイナスです。で、その次、G メジャー7入ります。で、A マイナー7スになって、また C シャープマイナー7スフラット5、 F シャープ7のコンボで、 C マイナー7、この後半変わんないっすね。ちょっともう一回いくとすると、 C 高 D 高 E 高 G高 C 高 D 高 E 高 G 高。で、その次後半 A マイナス7、 A マイナス7スからこのコンボ変わらず、 C シャープマイナス7スから D シャープ、 F シャープセブンスで、 C マイナス7スになって、で C オン D、 こんな感じ。どうでしょう。で、これを、通してサビ弾いてみるとこんな感じです。ワン、ツー、シこんな塩梅です。いかがでしょうか。じゃあちょっと最後にですね、その簡単バージョンで、一番最初からそのサビ終わりのところまで、弾いてみようかと思います。やってみましょう。ワン、ツー、イントロー、シー、決めやすいです。リセプトです。で、A メロ。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな塩梅で、その次 C セクションいきましょう。ワン、ツー、スリー、フォこんな感じになるのかなと、思います。はい、いかがでしょうか。で、そこからまたこのイントロのセクションに戻って、またこの丸々もう一回繰り返しっていう感じなんですけど、まあそんな感じの弾き方でございます。はい。で、これをアコースティックギター1本でちょっとこれ難しくアレンジしようとすると、どうなるのかっていうところもちょっと言ってみたいんですけども、ちょっくら、中上級者向けに少し込み入った話をいろいろとしていこうかなと思っております。じゃあやってみましょう。まずイントロ、ストリングスのこの演出をしたいので、6弦の3、7と弾いたら3、7、8と言って C メジャー7に行きましょう。
シミュラセブンス6弦から8×9987で、これはそのまま3フレットまで動かして G メジャーセブンス、で、その次 B セブンスは 7×787×7×787×で、E マイナーナインズで締めるので ×7×77×7×77これをゆっくりやると 1,2,3 こんな感じになります。で、A メロも全く同じような感じでいきます。ストリングスの音 Do Do C メジャーセブンス G メジャーセブンスで、 B マイナーセブンスで、ここ3拍目でザラララ、この小指がナインスからサードに行くことでちょっとこの解決します。で、その次4拍目にこの E マイナーナインスを1個ずつ下がって次の小節の頭の D マイナーナインスに着地します。タラニサンホイホイホイで、D マイナーナインス、6弦から5×5355×5355で、その時、D シャープ、C シャープマイナーセブンスフラット5で、その時、C マイナー、8×888、8×888単音の演出します。1弦の11からクロマチック半音数弾いたら D セブンス6弦から 10×10×11 弾いて弾いて弾いてスライドしてこんな感じで弾いていくとあのストリングスのタラリラランが演出できていいのかなって感じがします。 A メロゆっくりいきましょう。 1,2,3 こんな感じで、これは丸々もう一回繰り返します。A メロ、全く同じの繰り返します。で、B メロが、ちょっと弾いてみるとこんな感じ。こんな感じです。やってみましょう。まず Am7th から B7th に行って Em9th の解決。Am7th は 5×555 で Bm7th は 7×787 で、さっきと同じような感じで Em9th から解決します。で、また Am7th から今度は Bm7thで、その次 E7th サスフォに行くんですけども、ボイシングとしては07770777077770777070777070で、予言の音を6にします。7607670また、5小節目 Am7 から D シャープでフィニッシュにして、で Em7th、67578 これ1個ずつで G7 のサーティス 3×345 で Am7 から D7 にいて
×5453×5453 で G メジャーセブンスにと。で単音3弦から、2フレットから4にスライドして1弦の解放でまた3弾くらしらしみしでまた4から2にスライドしてで解放こんな感じ。でサビいきます。サビはまあ割と普通にまあコードを弾いてるっていうかそんなにこの遜色はないんですけどもやってみましょう。サビ1,2,3 あ、ちょっともう一回 1,2,3 感じです。やってみましょう。まず C メジャーセブンス、まあ、普通の C メジャーセブンです。バツ3545バツ3545で D セブンスで E マイナーで G メジャーセブンで C シャープ C メジャーセブンス B セブンスで E サスボから D セブンス3拍目に解決ですね。さすらにのまた同じように、そうですね、この解決するとき、解決というか、その、下がるとき、何インスやってるかな？ちょっと小指がこっちに行くか。ちょっとこっちで行くか。ちょっと結構微妙なライン。確か何インスかもしれない。もしかしたら何インスかもしれない。こんな感じ。で、C シャープマイナス7スプラット5から F シャープ7スにて。4D バツ5555バツ5555こっちでも OK です。で2周目ラリララララララここでなんかちょっとだけコード変わります。G シャープディミニ、G シャープあーとで G メジャーセブンから G シャープディミニッシュ6弦から4×343 で A マイナスセブンスから C シャープマイナスセブンスからこの辺一緒で C マイナーセブンに行ってタリロこんな感じです。で、感想です。C メジャーセブンス、G メジャーセブンス、で B セブンスから E マイナーセブン。ここまでは全く一緒ですよね。でここから8分音符で半音数下がって C マイナーセブンで、着調して、でその次にこのこれは何になるんだろう。まあ D。メジャーセブンってことでやるのかな。人差し指で3弦2弦1弦の777を押さえてこのハンマリングすると9フレットですんごい細かくいくとすると4拍目の裏なんですよね。A メロに行くっていうような手順です。はい。
で、これはまあほぼほぼ繰り返しなので、今のもう一回ワンセットやっていただけたらいいななんていう感じが、しますが、いかがでしょうか。まあ細かいところはですね、まあ演奏動画もアップロードしているので、まあそちらをご参照いただくとして、そちらまあスロー再生とかしながらやっていただけたらなというところでございます。まあかなりざっくりした説明になってしまいましたけども、まあビデオ巻き戻したりとかしてね、いろいろと確認していただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。それではこんな感じでお印刷していただきましょうか。ちょっと、なんか動画で一方的に喋ると、皆様の理解度がどこまでいってるのか全然わかんないんですけれども、大丈夫かな？まあ、そんな感じでございます。あとは頑張ってやってみてくださいませ。まあ何かご意見、ご感想、リクエスト、その他もろもろありましたら、まあコメントとかチャットとかに残していただけると嬉しいので、ぜひご参考に、コメント残していただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。それではそんな感じで、本日は米津さんのさようならまたいつかの弾き方というところでございました。また違うところでお会いしましょう。さようならグッバイ、じゃあねの前に、ちょっとだけお知らせ。私、滝沢勝成、神奈川県相模原というところで、なんかこう、ギターレッスンなどをさせていただいております。もし、神奈川県相模原にアクセスできるぜという方いらっしゃったら、JR 横浜線、相模原駅から、徒歩5分のこちら、歌いそカフェにて、マンツーマンレッスンやっておりますので、もしよければ、ご検討いただけたら幸いでございます。相模原遠くて行けねえよという方もですね、まあ、スカイプとかを使ってオンラインレッスンとかもやってますので、もしよければ、ご検討いただけたら嬉しく思います。オンラインレッスンとか、対面レッスンとかだと、皆様の、この習得具合がわかるので、もっと、こと細かにご説明ができるんですけども、ちょっと、雑に聞こえてしまったら大変にごめんなさい。マンツーマンはもっともっと、ちゃんとこう、ね、わーってやりますので、よろしくお願いします。じゃあ、そんな感じで終わりにさせていただきましょうか。本日は米津さんのさよならまたいつかの弾き方ということでございました。また違うところでお会いいたしましょう。さよならグッバイ。じゃあね。はっ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 は。